どうもこんにちは、ナッチでございます。1月の19です。なんと昨日ですね、魔女の武器がいきなり追加されてしまったっていうね、恐ろしい事件が起きました。はい、これはリーチェの武器なんですけど、ウェイとバインド耐性がつきます。スキルも重たいんでそうたまんないし、たまってもね吸収無効で使えますしね、ロック解除してロック食事にって困るパーティーそうないと思うんですよね。なんで非常に優秀な武器だと思うんですよ、こいつ。特にリーチェはね、2体目以降の使い道が難しかったんで、これ武器にしちゃっていいと思う。はい、ということで、こいつ、イズイズにつけたら半端ないんですよ、これ。今までイズイズはね、バインド食らっちゃったんですよね、どうしてもね。ただ今回からはね、ベルドの陣は使えなくなりますが、ウェイとバインドが両立できますよと。で、捨て補正も入りますよと。もう完全体です、これが。はい、ということで使っていきましょう。といっても、イズイズリーダーはね、そんな強くないんで、このパーティーで、異形行きます。シェアとね。まあ最近のウェイで言ったらシェアとかなって感じです。行きたいと思います。レッツゴー。初めてビルドを使います。回復多くね、なんでこんな多いの。めちゃくちゃ多いやん。ビルドがね、雲耐性とさらに追い打ちと、そして絨毯ができますので、まあ追い打ちは今回ねたくさんいるんですけど、非常に優秀です。異形にもってこいの性能してますね。5個繋げながらって感じです。あとはウェイが組めればって感じですが、そうだ、こいつらはどうしても倒せないんだった。今度はめっちゃ火が降ってきました。でウェイもあるんでね、なかなか相性いいですよ。金玉とは思えないキャラクター。まあもうコラボ終わっちゃったんですけどね。このチャンネル名物、コラボ終わってからそのキャラをやたら使うようになるっていうね、ありがちですけど。お、いいですね、素晴らしい。やっぱイズイズ生かしたいから7コンボしていきたいんだけど、7コンボね結構難しいのよね。落ち込んなしってなるとね、結構コマさん使っててね、落ち込んに頼ってるって方多いと思うんですよ。まあ僕もその一人なんですけど、なんでね、ちょっと落ち込ん来ないってなるとね、不安になるよね一気にね。これが理想系。めちゃくちゃ強い、めちゃくちゃ強い。2回言いました、大事なことなんで。でこれもバインドがイズイズに来ようが食らわないんですよ。そっちか、それも食らわない。メルはカムイ武器がついております。これウェイにすればワンチャン貫通がありえますね。4-3組むべきだった。しかし7コンボ達成、貫いていきません。5個つなげてなかったな。さては君ね、やっちゃったね。それやるとお前リーダースキル分かってるって言われちゃうから、みんなに欲張らんとこ。怖かったのだってあったよね。お触れの石室のさ、なんか展示になかったっけ。なぜ今その話が出てきたかは分かりませんが、僕の記憶には残っています。まあそんだけシェアとはね、ちょっと癖が強いってことです。いや僕が下手なだけです。ダークネスフレームちゃん、こんにちは。そう、今のはアギダインをね、貯めていこうかなっていうね。そう、そういうことですよ。アギダイン貯めとかないと、結果的に毒が降ってきてしまうんで、めんどくさいなっていう、ね、考え尽くされた行動でした。わら。ラグに来たら笑えるよね。ふざけんな。来なくていいって。イズイズはなんかね、スキル使用時とかだったはずなんで、まあ、とりあえずアギダ遅延を受けてね、アギダインを使わないっていう戦法ありなんですよね。そうしようかな。理想はね、こいつがね、雄たけびを上げてくれることなんですが、上げてくれるでしょうか。くたばるなよ、雄たけびを上げろ。雄たけび上げていいんじゃない。はい、バカ野郎、なんでだ、なんでなんで、2ターンとかなのか。え、マイナス4って見えてよね。なんでこいつには食らわんかった。クソが。計画通りかと思ったのに、クソが。まあ残念ですね。玉ドラもね、そうすぐは出てこないし、困りましたね。アギダイン使って、あ、嬉しい。アギダイン使ってもあんま嬉しくないんだよね、この辺で。てか、むしろ使いたくないんだよね。みんなそうだと思いますけど。これ落ち込んこないから結構ディターニアやばくね。結構めんどくさくね。こ
これでは倒せないわけですよね。で5個つなげないといけないわけですよね。これアギライン使ってコンボス増やさないと厳しかったりする、もしかして。 1,2,3,4,5,6,7 増やしましょう結論は出ました。これでいいよね。 OK だよね。7コンボなんだが8コンボでドーン。アギライン活躍ありがとう。ちょっとヘリが怖かったね。これも7コンボになる。意外と有能かもしれん。このパーティーにとってアギラインは意外と強いかもしれんな。落ち込んでくるパーティーはまあそんなに関係ないんですけど、このパーティーにとっては結構でかい。この1コンボ加算。今回なんと9です。珍しい。まあ水と回復のロックは全然ねいいですね。さあイズイズ対決といきましょう。いきましょう言うてもな、回復ないんだよな。回復がないんで耐久、全く降ってこない。嘘だろ、全く降ってこないは聞いてない。これ大丈夫かな。ウェイトが組まなきゃ多分くたばったりしないよね。ちょっとたくさんつなげます。意外と減る。いいや、意外と減るってことはもうそれで削っていくわ。いや待って、なんかさ半分いったらさ毒リンゴをガブ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 くるよねこれね。毒耐性はありません。うわー、これは想定外の展開やいやマジ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 、いや本当に本当に本当にライオン出ちゃうって。負けたくない。イズイズ対決で負けるわけにはいきませんね。いいぞ、非生成いいぞ。ちょっと回復たくさんしよう。このリンゴもあげちゃいなよじゃねえよ。なんで食うんだよお前らは、そのリンゴをね。いや食ったのかわからんけど全然相殺できたわ。素晴らしい。メルの回復力偉大です。イズイズもね回復持ってないのか。フレイヤ確か持ってるよね。若干覚醒違うんだな。でこれ水がないんでさすがに倒せないんで、ここは諦めて耐久です。とりあえずこいつ倒すのしんどくないか。ちょっと44欲しいね、安全に。そういうことしてくるもんね。ただ水はロックなんで大丈夫です。43でいくか。お、光属性になりました。それはバカです。狙っちゃいますよ、そこを狙い撃ちしますよ。アテナちゃんそれは間違った判断だぜ。ウェイ組むぜ、で3組むぜ、でこうしてこうしてこうだな。素晴らしい、8コンボです。パパパパパパンと。マシンキラーないんでね、マシンキラー今時つけないんでね。さあまたやばいやつが出てきたぞ。しかもそこかよ。あでもロックだ。8コンボって正直さ盤面ゲーなんだって。ピポ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 、8コンボ組めたんじゃね。はい、帰ってきました。ふーちゃんなんですね。ふーちゃんはこれマンティコが出た後はルーレットもらった方が楽なんで、個人的にはもらいます。こうしてルーレットが来るんですけど、これでマンティマンティルーレット消えるんで、ここ適当にコンボしてやって、次もどうせ雲なんでそこで倒せば OK ということですわ。どうしよう。操作延長がもうすぐ消えちゃうんでちょっと怖いですね。イズイズは全然たまりませんね。それでいいんだよ。最後ねエンハンス欲しいんでね、やっぱりたまんなくて全然 OK。
そう考えたらリーチェ武器はいいね。スキルが溜まってほしいときはね、ベルトをつければいいわけだし。いいと思いますわ。てかバインド耐性が何より優秀ですわ。お、いい感じじゃない。なんかヘラニクスはね、回復4つあるからいっか。ちょっと痛いんだよね、これね。痛いね。ちょっとね。めちゃくちゃ痛くはないけど、ちょっと痛い。で、4つにするとゴゴゴゴゴーンってなりそうなんで、ここはあえて水5でいきます。で、回復は4でいきましょう。OK。OK、Google。どうだ？はい、ちょうどいいですね。でもまだまだじゃねえよ。じゃあ倒してみろ。ほら、君のハイキックはその程度。What？ 待って、なんでお邪魔耐性つけてきた？やば。これ単純に間違えました。その圧縮空気玉の方が相性いいとかそういうことじゃなくて、単純にお邪魔耐性と暗闇耐性を間違えましたね、これね。やべえよ、それは。ニャルコ来たらめんどくせえぞ。今完全に弾く流れだったもん、僕の中では。なんてこった。マジか、やらかしたな。まあ出なければいい話なんですけどね。出るんだよね、やっぱり。弾け。 40%。仮面ライダービルドダメです。困ったこれは困った。とりあえずメル使って回復5個作る。その方が安全じゃない。いきなり割合とか来たらやばいよね。闇がこんな感じにありますと。とりあえずメル使うわ。メル使ってあそこで軽減していただいて、ちょっとこの辺を僕はいじくります。多分こんなんで多少消えるはずですよね。落ちこんこねえのか。うわ、これしんど。しんどバット、これシンドバッドだわ。落ち込んこないんだよね。そうだよね。だから落ち込んでポンポンポンラッキーみたいなことがないんだ。それはまずいな。これ水、こうしてあれも水だから、待て、ここで延長消えんの辛くない？で2コンボはやばくない？それ痛くない？ちょっと待ってくれよ、辛いよおじちゃん、辛いよこれ。そっち回復にして火つ、ありがとうありがとう、素晴らしいスキルです。いずいず使ってもここでさ、ちょっとなぜか倒しに行こうというその発想で、僕がただここでコンボを組めればいい話ですよ。これが光ってこと忘れんな。闇もそこにあんのか。なるほど、闇ね。とりあえず闇と光を先組もう。闇と、あれ組めてるかな。大丈夫。闇、闇属性さん、闇属性さん、まあ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 、仮面ライダー倒せないじゃんこれ。予想以上に変なかったね。多分7コンボ組んでもいずいず倒せんかったね。神キラーだしね。悪魔キラーがちょっと圧倒的に少なかったな。シェアートにつけるべきだったか。こうなったらもうヨグが来ると絶望で、もう希望ゼロ。会社でも学校でもどうしても。は？範囲が何個かある。まずね、ここ指バッチにしようと思ったんだけど HP バッチだったっていうのと、6秒だったパズルがさっき見たら。で、さらに、お邪魔体操をなぜか積んできた。もうこれですね。これが範囲。結論、プレイヤーがうんち。ということで。はい。いずいずにね、リーチェ武器は非常におすすめなんで、ぜひつけてみてください。終わります。以上、ナッツでございました。バイバイ。